アドミラルティ諸島。アドミラルティ諸島は南太平洋にある諸島。ビスマルク諸島の北部を構成し、約18の島からなる。最大の島の名前からマヌス諸島とも呼ばれる。パプアニューギニアのマヌス州に属する。州都はロレンガウ。面積は2100平方キロメートルで、人口は32,713人。主な島はマヌス島、ロスネグロス島、トン島。 パック島、ランブティオ島、ラウ島、セントアンドルーズ諸島、バルアン島ノドロア島。多くは、干渉で無人である。主要な産業は、ココヤシの栽培と真珠の採取である。約3500年前には、ラピタ人が居住していたが、約2000年前にはその文化も消滅している。ヨーロッパ人が来航し始めたのは17世紀のことで、ある。アドミラルティ諸島は、 ニューギニア島北東部と同じように1884年にドイツ植民地のドイツ領ニューギニアになり第一次世界大戦後はオーストラリアの委任統治領のニューギニア巡州の一部となった第二次世界大戦初期に日本軍が占領し1942年4月にマヌス島のロッスン近くに小規模な基地が作られた1944年2月29日 ダグラス・マッカーサー率いるアメリカ軍が上陸し、日本軍を全滅させて占領した。アメリカ軍は、ゼイアドラー湾に大規模な基地を建設し、それはその後のニューギニアの戦いやフィリピンの戦いにおいて、進攻拠点として使用された。戦後は、今村ムラヒ氏が先犯として一時服役している。1975年の独立に伴い、パプアニューギニアとなっている。ありがとうございます。